こんにちは。こんにちは。ゴーゴーイバテが終わりまして、今スタジオからインスタライブをお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあの今日のメッセージテーマがご飯のお供ということで、ちょっとまた引き続きみんなのご飯のお供を紹介していきたいと思うんですけれども、すごいのよ、はい、今日めちゃくちゃ届いてたの。すごい、ありがとうございます。送りやすいんだ。ざっと数えて1億20ぐらい日本人の人口とちょうどぐらい。考え方がちょっとダメですね、それはね。考え数え方がダメ。ダメですね。あ、まあ、だって俺100、200、300、1億って1億ぐらい300だと1億かなり独特な数え方ですけれども、はい、そんな中で、はい、じゃあもう一回みんなでプレゼンしますか、どうしますか。今日の番組でやったやつまあまあ見てない人もいるからあれですけど、はい、一応報告すると、今日一応まあ3人が、はい、あ4人か、4人がおすすめしてくれたやつの中で僕が1位に決めたのは、はいはい、ホヤのアヒージョ、これがナンバーワンだと思いました、はい、ということでしたけど、はい、皆さんからのやつがすごいいっぱい届いてる。でニンニク味噌がすごい多かったって。味噌系は強いっすよ。いや、俺岩手ってやっぱ味噌強いよなと思って。強い。僕が今回紹介したの味噌ですし、あの本番中にも3つメッセージ味噌でしたよね。そうやね。そうでしたね。タッキ味噌とピーマン味噌、で梅、風味噌。あ、そうです。風味噌もそうですし、僕しそ巻きも味噌入ってるんで。しそ巻きか。4つ味噌系なんですよ。やっぱり味噌とご飯の相性はいいっていうことですね。多分そうでしょう、ちょっと来週の特集にもそれ関わってくんねんけど、味噌がね、味噌が味噌なんですね。ん紹介します、はい、来週の特集がヒントになってるってことですね。そう、あ、そうそう、それが味噌なのよ。座席順が違うや、はいはい、いつも石田さんこっち で、はい、で先週そこに決まって、はいはい、ちょっとこう慣れない、こうここに熊谷がいることに、はい、うん、戻す。あまり嫌なんすか。ちょっとずつ全然関係ないけど、これあのスタッフの方にいただいた、新米、はい、ご実家でってこと、うん、スタッフさんの。そうなんですか。こんなん東京のスタジオであれへんで、こんなんスタッフの人が取れたての米持ってきてくれるって、ね、自分で入れたんですよね、アットホームで、ね、いや二人です、その俺が喋り出したらスマホ触んなよ。なあ、二人で LINE で会話してたんでしょ。おい、なんや、悪口か。今日もやってるね、木村さん。やって、もうやったらやんけ、かかってこいや。そんな二人でそんな合コン中のやりとりみたいなしてないんですよ。合コン中やってるんだよ、私は。ショックだわ、あるあるでね。いや、それにしても2人さ、もう示し合わせたよね、2人で触り出した、俺が喋り出した。いや、皆さんのコメントを、ね、紹介しようかなと思います。あ、そういうことね、はい、こっちでもたくさん、あります、あります。あの、こんにちはビッグボス。あ、ビッグボス今日2回使ってました、はい、そうですね、はいはい、朝のニュースで見立てのやつ。そうですね。いや、いいなと思って、やっぱっああいうパワーを持ってこう、ゴーゴー言われてもさ、はい、行きたいや。確かに優勝なんて目指さないと、はい、視聴率トップなんて目指さないと、はい、ね、はい、確かにビッグボス15年ぐらいしてて、ちょっと差し迫ってきたら本気になろうじゃないかっていうことで15年って前ですね。で向こうで言う、その向こうは9月10月って言ってたから、新庄さんは、はいはい、うん、俺らで言うとそれはもう15年後ぐらい。時間軸違いすぎないですか。20年間隔でワンシーズン考えたら。いやいや、ちょっと20年間隔長すぎる、ね、優勝目指さないと言ってましたしね。そう言ってたからね。そうそうそう、目の前の目の前だから。そうだ、ああいうパワーを持ってやろうよっていうことで、はい、はい、行きましょう。何かあった、コメント。あ、コメント、うん、ないみたいな。ないんかい。来てるんですけど、今選んでるんですよ。サーブだ、スマホ。いやいやいや、オッケー、スマホ。ちょっと古い時代の人、ごめんなさい。今はスマホでコメント見る時代。横浜から拝見という。おお、嬉しい。じゃあせっかくやから、みんなが知ってる横浜の知識一個ずつ聞いていこうや。あ、いいですね。はい、どうぞ、横浜。はい、お、はい。短め。はい、太陽ホエールズから横浜ベイスターズに変わった。はいはいはい、はい、中華街のシューマイ美味しい。はい、はい、じいちゃんばあちゃん昔住んでた。おお、はい、神奈川のどこか出身でも絶対横浜出身っていう。おお、ね、観覧車がある、はい、観覧車がある、ある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 。じゃあ2周目いきます。結構あるのよ横浜。止まんないでしょこれ。横浜多いんですよ特徴。でも嬉しいですね、横浜。確かに。それさ、2人どっちか役割分担できへんの。
なんか俺こっちでわーって盛り上がってパッて見たら2人がスマホ触ってるのすごい嫌な気持ちになるね。わかりました。じゃあじゃんけんで勝ちじゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんポン、あいこでしょ、あいこでしょ、はい、じゃあはい、勝ちました。はい、じゃあお願いしますね。確認します。どっちも入れてください。しばいます、しばいます。皆さん、東京から拝聴、あと一ノ関から拝見。お観覧車は北上にもあります。あ、素晴らしい。アメリカンワールド知ってますよ。乗ったことあります。私駐車場にあるやつや。はい、そう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 。はい、俺も結構でもいろいろ知るようになってきたよ。本当っすね。確かに。くずまき町のロケについて、来週の特集については、うん、もう他の誰も知らないじゃないですか。木村さんしか行ってないですし。確かに。多分、はい、そうね、くずまき町に関しては俺が一番詳しいと思う。いや、本当ですか。本当っすか。僕らまで何度も行ったことありますから、それは。あ、そうか。はい、まあまあまあ、じゃあ来週の V 見て、その後さ、しっかり戦おうぞ。あ、いいですよ。くずまきは詳しいですよ。俺のこと知ってるぞっていうのを言い合おう。くずまきの取り合いで喧嘩ですね。はい、もう決闘しましょう。あ、好きですから。はい、そのくずまき町のロケに行ったスタッフからも何も聞こえてこないので、そのロケがどうだったのかなっていうのはちょっと気になるな。普通さ、その言い回し。良かったよって、なんかね、いや、面白かったわとか言ってたでしょ。感想聞くよね。観光例を敷いとんねん、観光例。ああ、なるほど。ちょっと秘密の VTR 作ってるから今。ああ、そうなんだ、ね、じゃあ僕らも楽しめるようになってるんですよ。そう、お楽しみにはほんまにいい企画が始まったと思って。ああ、うん、確かに新企画。市町村目ということですかね。はい、はい、はい。そしてあの、ね、机に用意されてますけれども、この机はどうこれからしていきますか。これは、まあ、例えば色を塗ったり、はい、ちょっと膜をかけたりしたら、はい、いろんな使い道があるんじゃないかなとは思ってます。で、人が座るのは多分ね、そこまでの強度はないかな。机本体ではなくて、あの、はい、机の上にご飯のお供ありますけど。あ、これね、はい、はい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 。ご飯のお供、ちょっと今今日あったやつを、はい、おさらいしてみますか。おさらいしてみますか。はい、たまおすすめのが、はい、ホヤバル、アヒージョ、あのホヤバルアヒージョで、釜石の津田商店さんですね。うん、はい、ホヤバルさんで、熊谷のが、はい、僕の地元花巻の、あの金婚亭で有名な株式会社みちのくさんが出しているこちら青南蛮味噌っこきゅうり。味噌っこきゅうりね、はい、はい、そしてこれは、はい、県と宮古水産高校と、県立大学と県沿岸広域振興局と水産加工会社と缶詰会社が協力して作ったサバシイタケ煮付け缶詰です。さすがでございます。すごいな。リサーチは多分一番上駒さんがやってるし、いろんなとこ刺さろうとしてんじゃん。欲張りじゃん。俺津田商店さんオンリーだからね、俺は。まあそれはそれでいいんだけども。向上心、そして野心家であるじゃん。野心家ですよ。だから俺多分上釜さんはいつかあの盛岡市長選挙に出ると思う。ありますね。そうですね。ちょっと最終的には目指さなくもないところで。ね、そしてこれは、はい、私あの缶詰ハンバーグ、うん、はい、一ノ関市で焼肉店として創業した角野心さん、あの東京都内にもお店を出してらっしゃるお店の人気のハンバーグ、うん、もう缶詰の中に丸々1個ハンバーグ入ってますからね、はい、オイルが美味しいですよね、うん、そうなんです、オイル漬けになってます、はい、全部美味しかったですけども、はい、まあ一番僕がそんな、得意じゃないホヤがこんなに美味しくいただけるんだということで、ホヤアヒージョ、だからホヤ好きの人からしたらちょっと物足りないのかしらという、うん、はい、正直選ばれないと思ってますと、ね、あ、そうなんや、はい、これそう、事前の試食でも、正直そのホヤはないんじゃないかっていう意見が多かったんですよ。あ、はい、確かにその期待値が低いっていうのもありました。ちょっと洋風なお味だったので、ご飯に合うっていう評価を受けられるのかなと思ったんですけれども、うん、木村さんの中ではもうそれがまさにハマったっていう、ね、そうですね。今あのおにぎりをですね、スタッフの方が巻いてくださって、新、は、米、いはい、もしそれパッて食べてっていうのもできますけども、はい、で食べながらあのみんな着てるやつあるでしょ、はい、それをちょっと読ませていただくだけでこう、はい、パーッといきましょうか、はいはい、あの番組中にご紹介できなかったメッセージをご紹介していきます、はい、じゃあどうぞ、はい、ペンネームカンタさん矢幅町の方からいただきました、ありがとうございます。ご飯のお供なんですけど、今はほとんど見かけなくなったんですけど、食べたいなと思うのがホロホロです。ホロホロ、おそらく盛岡にしかないと思います、うん、熊谷さん分かりますか。あ、僕はあのララ岩手で、うん、この味噌きゅうりなんのところの隣ぐらいにあったんですけど、うん、なんかまあお漬物ではないですけど、ご飯の上にかける、まあ、ふりかけとは言えない、なんていうんですかね。でも説明書いてまして、春うこぎの新芽を摘み、大根の味噌漬けとくるみを刻んで和えたものらしいんです。
はい、っていうホロホロっていうのがあるんですけど、木村さん知ってますか？知らん食べ物やな、まだまだ知らん食べ物多い。でもこれもやっぱ味噌なんですよ、大根と味噌を合わせてて、ね、やっぱ結局追求していくと米に合うのって味噌なんですよ、うん、あーでもほんまそうかも。昔の日本人はみんな米と味噌食ってたわけやもんね。そういうことなんですよ。でもあのこの米、はい、江差金札米のこれ、はい、おにぎりめちゃめちゃうまい。めちゃくちゃうまい、めちゃめちゃうまい。米が美味しいんですよ。米がうまい。まず塩結びなんですけど、うん、塩加減もめちゃくちゃ良くて、うんうん、めっちゃ甘さ引き立ってて、あのなんかおじさんスタッフが素手で巻いてくれたらしい。あ、おじさんも手汗や、おじさんも手汗し手汗しようか、手汗しようか、嬉しいけども、うん、それは一手間かけてくれてありがとうだよ。うまい、けど聞きたくない。召し上がってください。で、上釜さん、はい、二戸市の木村天心大好き母ちゃんからいただきました。ありがとうございます。我が家では山田町の赤木の佃煮を食べます。3種類あってどれも美味しいですよ、ぜひお試しあれ。わからない、赤木の佃煮。赤木私大好きです。海藻なんですけど、ネバネバしてて、しかも栄養価もすっごく高いんですよ。ギバサって言ったりもするんです。あー、ギバサね、の佃煮なんだ。あ、なるほどね。佃煮はでも確かに食べたことないかもしれない。ほや、ほや、チャンピオンに考えたほやちょっと食べてみる。ほやちょっと食べてみる。僕、ちょっとほや苦手なので、そういう人に合うって言ってたじゃないですか。うん、じゃあお米ですね。確かにお米、あのほや苦手な僕でも食べられるんです。ほんと鶏肉みたいな。でも味付け的にお米とは合わないですね。あのアヒージョだからビールとか日本酒とか。僕もあの食べたんですよ家で、うん、もちろん、ね、紹介しなきゃあれだっすんで食べたんですけど、ご飯とあの合わないです。合わないよな。あなたも。待てや待てや。これは合わないよ。でも合わないように作ってるよね。そうそう。でこれは本当お酒とお酒なんで。ご飯と合わせるものではないのね。そう、俺も選んでもうてんねん、一人もう、見てる人で、えってなってる。いや、美味しいっすよ。美味しい、美味しい。忖度あったのかしらと思ってる。津田商店さん、そう、美味しいんだけど、米との相性って言われると僕はちょっと疑問です。そうかな、上野さんからお米にはどうなんだろうって聞いたのが初めてなので。僕は最近、ごまドレッシングかけてあるサラダでも俺、米いけると思ってるんですよ。しゃぶしゃぶってごまドレかけるじゃないですか。ってことは、米にも合うんですよ、ごまドレって。だからサラダでもいけるけど、これいけない、うん、いやいや、待って待って、はい、あ、うん、あ、言われたらそうかもね。ごめんなさい、本番中、本番中緊張してたんですか。浮かれてたね。浮かれてたんだ、うん、浮かれてて、あ、そうか、俺一発目だったから浮かれてたよ、これが何でもよかったんだ。何でもよかったんだ。左右しちゃったかもしれない。そうですね。でも美味しいです。めちゃめちゃ合うよ。めっちゃうまいよこれ。美味しい、美味しい。間違いない。買って帰ろう。どこに売ってんの？ララ岩手。あの、盛岡ではララ岩手さんだけです。それ買いに行こう。あと釜石に買っていい。私ホヤすっごい好きですけど、やっぱりこの家でその剥くこともなく缶詰で食べられるっていうのも。そう。で三種類あって、はい、このホヤバルさんは、うん、あのアヒージョと、プレーンと。うん、あともう一個なんかあるんで、3つ、ね、3つ目言えよ、ね、3つ目3つ目なんだっけかな。気になる、それを試してみこう、うん、確かめにそうね、そうそうそう、いいスペイン系のやつ、うん、はい、もうあんまり時間がないみたいで、はい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 、いやいや、はい、いや寝てた寝てた、授業中寝てた、授業中の立って答えるやん、46です、はいはい、X イコール46ですって答えるやん。急にお母さんっていうやつですね。大変申し訳ありませんでした。ちょっと時間が迫っているということですので、はいはい、来週のメッセージテーマだけご紹介しますよね。はい、はい、最近始めたことで募集しています、うん、皆さんの最近始めた習慣を教えてください。はい、石田さんの最近始めたことは何かありますか？私は最近あの化粧をメイクをもうちょっとちゃんとやらなきゃいけないなと思って下地、うん、って分かります皆さん、あ、なんとなく、はい、下地を初めて使い始めました。使ってなかったんですか？今まで下地っていうものを使ったことがなくて、もういきなりあの BB クリームとかファンデーションとかも使うんですけど、うん、結構顔がくすみが気になるようになってきて、うん、下地を使うと顔が明るくなるな、うん、興味ありますか皆さん？全然わかりますよ、あ、うん、興
質問ならごめんなさい。すごい。あれなんか今木村さんが勢いよく聞いてきてくれたからすごい喋ったんですけど、全然多分私の顔の化粧のりには興味がない。いやいや、最近綺麗になったなと思って。まあ、そうですか。下地だったんだ。下地なんで。下地だった。肝は下地です、皆さん。これ最初のね、はい、ポスター撮影でこのメンバーで出会った時に、はい、石田さん、まあ、初めて会いましたけど、はい、どこにいるんだろうってその演者の人はと思うぐらい、その地味な感じで印象としてあったから、ところが最近はもうすごいアキュートとかちょっと見させてもらおうと思う、そう見たくなるぐらい華やかな存在になってきたから、よろしくお願いします、ね、そして下地の方も皆さんぜひ研究していただきたい。なんで下地宣伝すんなよ、知ってるよ、はい、最近始めたことでメッセージお待ちしています、はい、はい、あ、来週もカモン、来週もタモン、僕は熊谷、私は上釜の、はい、ありがとうございました。